ございます。今日はですね、朝練にやってきました。タイヤも減ってるんで、今日はタイムを出さずにですね、ちょっといつもと違うライン、いつもと違うというか本来のねラインで走る練習をしてみようと思います。今年の前半戦はですね、もうラインとか気にせず、とにかく今できる一番速いタイムを出すために集中したんですけど、やっぱりこれではね限界があるなぁということが最近分かってきたので、本来の小排気量クラスのラインを練習してですね、もう少しタイムアップを狙うためのこう基礎作りをねしたいなと思います。なかなかね、分かっていてもねタイムが出せそうな時ってそっちに行っちゃうんですよね、特にラパラとかだとね。ただまあサレンだと公式タイムにもならないですし、まあ、今タイヤ減ってるんでね、あんまり頑張りすぎると危ないっていうことも分かっているので、今日はタイムを狙わずに、トライをしてみようと思います。まあ、とはいってもね、ベストに近い条件で走らないと違いも分かんないで、頑張って走るのは走ります。エンブレを軽減するために少しでもねアイドリングを上げて走ってます。こういう時キャブ車は便利ですよね。はい、じゃあ行ってきます。最近朝練は20分運用が結構多かったんですけど、今日は本来の25分運用になってます。ちょっとアイドリング高くしすぎたかもですね。今押される感じがありましたね。を切らない走り方を試してみたんですけど、やっぱりねどうしてもスピードが落ちすぎるんですよね。フロントブレーキのかける割合を減らして見てはいるんですけど、どうしても速度が落ちすぎて、まあ、その分その後走りやすくはなるんですけど、タイムはコンマ5からコンマ7ぐらい、一幕走り切って調整ができた状態でもそれぐらいタイム差がありましたね。なのでもう一回やってみますが、これでうまくいかなかったら元の走り方に戻すしかないかもしれないですね、しばらくはね。ちょっとまずは新しい走り方を試してみて、それから時間長いんで、後半はクラッチは使わずにラインだけ
パラニュース G コースのラパラにやってきました。G コースを走るのは雨の日にトリッカーで走ったのを除くと今年のシーズンイン3月のラパラニエス以来ですね。 SRX でいろいろと走っては見てるんですけど、どうしてもねこの G コースのエリアが僕はかなり遅いので、同じねクラスのバイクにかなり離されるんですよね。なので、きちんとここをちゃんと練習しようと。もちろんフルコースでも練習はできるんですけど、全体を練習する中で後半だけよりもここだけ集中した方がいいかなということでやってきました。それにね G コースってあんまり本気出してないったことがないんでタイムが遅いんですよね。この 1,2 コーナーも下手すぎて、なのでこの日にちょっとね、フルコースのタイムに見合った G コースのタイムを出せるようにしたいなと思ってます。今10時半のわけですね。今日はフレッシュタイヤなのでまずゆっくり行きます。朝の枠はねちょっとバイクだけ下ろして仕事があったんでサーキットの外に出てオンラインで会議に出てました。まずはフレッシュなんでゆっくり行きますよ。ツルツルなんでね、まあ、でも台数が少なくて走りやすいですね。昨日から雨だったんですけれどもほぼ乾いてますし、後ろから秋さんが来ましたね。路面の方は大丈夫そうですね。
中はですね、なんとか40秒台までは行きました。ベストは更新してるんですけど、まあ、G コースが上手くなった感じで、今日のね、一番の目的の奥のヘアピンとかね、のあたりはなかなかね、トライしてるんですけど、結果には繋がってないですね。最終コーナーの走り方はちょっと違うラインを試してうまくいってるような気がするので、うまくいったのかな、まあ、収穫と言ってもいいのかなと思ってます。もう一回、今回の走行枠はトータルのタイムは落ちるかもしれませんが、奥のヘアピンを、鉄算的な形にしてみるのと、 1,2 コーナーですね、進入を頑張りすぎないようにするというところを試してみようと思ってます。はい。